はい、皆さんこんにちは。どうも星空の時間でございます。はい、みゆちゃん登場、久しぶりに。どうもね、はい、星空の時間では久しぶりですね。あとはほとんど間違えてます。で、これはね、純粋に意見を聞きたくてね、俺やったんだけど、あのね、今回の話題はシグナス補給、戦闘隊のアンタラシロケットの打ち上げ失敗と同時にバージンアトランティックかな、そこの、ね、ロケットが打ち上げ失敗したんだよ、2回連続。どうして？いやだからね、そこら辺のところがすごく問題で、今ね、宇宙の中が非常にね、そういう荒れてるというか、ロケットのね、失敗率が多いんですよ。だからちょっとこれについて少し話そうかなと。なんかあんのかな、うん、そういう共通性。そうなんですよね、共通性ではないんだけど、要するに今までは国が作ってたロケットでしょ、それを民間が作り始めたってことなんだ。で、うん、アストロアーツのことと記事とは関係なくね、この話を少しね、真剣に話してみたいなと思ってね、今日お願いしようと思いました。何が違うの？はい、その話もたっぷりやりましょうということで、お送りします星空の招待席です。あれだよね、はい、そういえばさ、スペースサトルって段ボールみたいなのができてたさ、うん、 ああいう素材で作る。正確に言うとね、段ボールじゃなくてセラミック素材って言ってね、例えばあれをプラスチックでやったらすぐ溶けちゃうでしょ。溶けちゃうよ、ね、じゃあ鉄でも例えば分かりやすいこと、銅なんかもう融点低いし、うんね、鉄だって千何百で溶けちゃうわけだ。そしたら2000度以上になって溶けないもの何したらいいかってことを考えたときに、瀬戸物ですよ、セラミックみたいなやつ。あれ瀬戸物？瀬戸物とは違うんだけど、割れちゃう。要するにものすごく高温で2000度でも溶けないようなものを作んなきゃいけないわけよ。あ、そういうもの。だからそうするとね、発泡段ボールみたいな形で、要するにボコボコに穴が開いたような形で空気とかいろんなものを取り込めて、ね、できるような段ボールみたいな、その断熱材、それを作るわけ。だから発泡スチロールみたいに見えたり段ボール見えたりするのは、そのボコボコの穴だったりするんだよね。うん、柔らかいんだ、ね、全然柔らかくない、それで硬いの。あ、硬いの。そうだって瀬戸物って硬いでしょ。硬いよ。でそのままだと瀬戸物も溶けちゃうんだけど、溶けないようにするためにどうしたらいいかってことを考えて作ってんだよね。だから断熱材ってのが、例えば2000何百度までは耐えるんだけど、それ以上の温度になると、例えば何十分とか何時間とか分かんないんだけどね、うん、そのある一定の時間だと断熱材がやっぱり溶けてきちゃうんだよ。あ、じゃあ時間限定で。もちろん、そうそう、だからある程度まで持つという形の方にしてあるんだよね。そのためにああいう風に見た目があんまり良くないんだけど、うん、で今回のロケットってのは使い回しがないから、一回一回で消えちゃうから、そんな断熱材なんか関係ないんだけどね、うん、今2つのね、ロケットがね、起こったの当時。一人は宇宙船として人が乗っかっていけるような、うん、バージンアトランティックスかな、というかそういう会社が有人宇宙飛行する民間の会社で作ったやつ。でパイロット一人死んじゃって一人重傷かな、なんかわかんないんだけど、うん、でもう一つはシグナスロケットって、これがまたね問題なんだけど、スペースシャトルの代わりに、うん、やっぱ民間企業が請け負って、ISS 国際宇宙ステーションに物資を乗せると。だって向こうにも人も住んでるわけでしょ、 ISS にいるんだ、うん、そこにさ食料とか、その死んでんだね。そう、送り込まなきゃいけないわけだ。すごい、うん、いろんなね観測機材とか。ところがそれが爆発しちゃって、さあ大変と。で原因はこれよくわからないんで、どっちの方もね、落っこったやつも全部調べなきゃいけないし、やっぱりそのうちやっぱフライトレコーダーとかそういうのも必要なんじゃないかとかね、思うんだけど、一つ言えてることは、このもう一つのそのアトラスというそのロケットね、補給用のロケットは、ロシアのエンジン使ったっていうんだよ。でもそれはアメリカの言い草なんだけどさ、その民間のね。でもロシアのエンジンが悪いわけじゃないんだけど、ロシアの中古エンジンを使ってた。中古ってところが問題だった。そうなんだ。ロシアの宇宙技術ってのはアメリカと比べても全然引け取らないどころか、うん、下手すればリードしてるかもしれないっていうぐらいね、うん、今すごいんだよね。中古の、そうなんだよ、だからソユーズのグレードの高いやつじゃなくて、中古のやつが爆発したっていうのがなんかそういう理由らしいんだよね、うんうん、でもう一つの人が乗ってる方はそうではなかったらしいんで、ただやっぱり宇宙っていうものってそんな簡単なもんじゃないから、そうだね、うん、想像絶するよね。いやだって温度ってのはさ、例えば太陽が照ってるところだったらすごい温度になっちゃって、日陰は今度マイナス絶対0度近い200何十度になっちゃったりするわけでしょ。すごい怖いね、うん、それを考えたら現実的な話、何があってもおかしくないわけだし。そうだよね、うん、でもっと言うと、それに対してね、作りがどのぐらいしっかりできてるかっていうのは国の予算で作ってないから、なるべくここのところ予算下げようよとかそういうふうになるじゃん。なるほどね、うん、削った分ダメージ。そうなんだよね、うん、だから格好だけはいいの作んないと、ましてやほら、うん、民間の観光旅行用の宇宙船だから。ああ、そっか、見た目は格好よく、うん、そこにお金をかけて安全性は第二の。で一時はね、例えばソユーズが、例えばいろいろさ、芸能人だとかそういう資産家を募って、うん、宇宙までいくらで行きますよみたいなお金集めてね、何億とか何十億かかって、うん、宇宙に連れてったなんかしてたんだよ今まで。だけどそれじゃあちょっとあれだったんで、弾道飛行だけしてちょっと頼もしましょうと、成層圏の上の方まで行って戻ってくるような
ね、それだと1000万ぐらいで今行けますよみたいな、昔のハワイ旅行と同じぐらいで、うん、そういうのが作り始めたもんだから、なるべくコストを下げなきゃいけない。そこが問題だったんだね、うん、で最大6人ぐらい乗れるやつを変えた、あの開発してて、場合によっては2人乗りだ、今のやつ落ちたやつは2人乗りかな。だから今後ね、やっぱり相当考えていかないと、ね、ロケット落ちるよ、ね、うん、安全第一に考えないと。まずはだって飛行機だと落ちるんだからさ。そうだね、そうでしょ。そんなのロケット落ちないわけないよね。いや、もっと密だからね、うん、落っこちるんじゃなくて空中噴火で、空中で爆発だから。本当に、うん、だからこれ問題なのはさ、あともう一つ俺全然関係ないこと気になるんだけど、保険って入れるのかなと思うな。地震保険とかそういうのあるじゃない。だけどロケット失敗したらね、あの保険屋さんがさ、その分のさ、乗っかってるものとかお金払ってくれるっていうのがあったとしたらなんだけど、すごい金額になっちゃう。無理でしょ。だってロケットって結構落ちそうな気がするから、保険屋なんかさ、そんなのは俺たち受けられないよって言われる可能性あるじゃない。うん、ね、うん、さあこれで2つ、輸送船が1台とね、あの1人が乗っかってるやつ、友人が1個、落っこっちゃったんだよ。宇宙開発どうなるでしょうかね。おそらくこの推進型ロケットってのにやっぱり疑問がどんどん出てくるんじゃないかと思うんだよね。そうだね、うん、まずやっぱり安全をなんか押し出してやらない限り無理じゃないかな。まあね、そうなんだね。今こういう危険なことが起きちゃってるから、うん、結局あのロケットエンジンってね、何が怖いかっていうことを言うと、あのプロペラだとさ、あの別にあの動力の風で回ってるわけだから、うん、火を吹いてもそんなに怖くないじゃない。例えばさ、あ、まあね、ジェットエンジンってのはあのジェット燃料ってのを使って、それは空気で燃焼するの、うん、だから空気のないとこまで行けないんだよ。そっか。だからその空気があってこそ発熱するから、空気遮断すればいいんだよね。ロケットエンジンの一番問題っていうのは、火薬の中に酸素を含んでるんだよね、うん、火薬ってわけじゃなくてもね。そうするとその酸素と一緒に燃えるから、酸素のない空間に行ってもあの燃料は燃えるっていう、これが怖いんだよね。だから一度火がついちゃうと始末に負えない、酸素を含んだ燃料だってこと、うん、液体にしても固体にしても。だからこれが一つあのなんか問題が起きたりすると、うん、取り返しがつかないんだよね。さあこれどうするの。国のさ、ロケットってあんま落ちたことないよね、うん、あんまりない、うん、でも有名なのはアポロ1号の事件で、鬼塚、ね、なんとかが、あの大佐だかなんだかがあの死んじゃった事件もあるけど、そんなに頻繁じゃなかったよね。頻繁ない、うん、珍しかったよね、うん、有名なのは生還者のアポロ13号とかね、あれはスペースシャトルじゃないけど、うん、あれなんか有名でしょ、うん、もう本当にあの途中でおかしくなっちゃってさ、回転してどうしようもなくなったやつを帰還させた、月まで行って回って帰ってきた、うんうん、途中から帰還するのが危なくて、予定通り月まで行ってぐるっと回って戻ってくるのが安全だったっていう、フライバイっていうね、うん、でも今後言えると、やっぱりそういう宇宙に行く人たちってのは確かにそういう意味で保険が効かないようなものもあるわけだし、うんうん、なおかつそうだね、ロケットに保険が効かないんだからどうするのかねと思っちゃうんだよね。あ、ピロピロってなってますけどね、これ関係ないですね、我々とはね、はい、まあだからね、今後例えばそういうことを考えた時に、宇宙開発に対して2つのその会社があの失敗しちゃったんだよ。どうなんだろう、やっぱりソユーズ行かなきゃいけないんだろうか、まあ、印象良くないよね、うん、っていうか、みんながもう宇宙ってもう行くの危ないっていうか、まず安全は考えちゃう。そうだね、あのだから人はね、いいんだよね、人は確保していくだろうから、うん、だけど企業として向こうに届けたり物を届けなきゃいけないじゃん、うん、そういうのとこまで。だって宇宙の方にはさ、人がさ、ご飯をお腹減らして待ってるわけじゃん。あ、そっか。どうするんだろう、酸素もなくなってるかもしれないし、いろんな物資を届けなければ危ないわけでしょ、危ないな、うん、だからそういうことを考えると、この補給手段ってのをしっかり持たなきゃいけないし、うんうん、やっぱり今後の宇宙推進燃料ってもね、考えなきゃいけないんだよね、うん、あのついにね、バックトゥーザフューチャーの、 あの年になりますね、来年、うんうん、それと同じように空飛ぶ飛行機がどんどん実用化になってきて、おそらく 車ね、あの2016年には売り出せるだろうってところまで来てるらしいよ、うん、で交通のさ、あれが難しいよね、うん、そうなんだよね、交通機ね。だからね、うん、結局あの自動車が空飛ぶ時代でなんか時速1000キロ近くぐらい出るらしいんだよ、うん、もうね、うん、ただ事故が怖いよね。もちろんだから、その事故のことで引っかかったんだけど、うん、今こうやってね、作り上げたロケットだって、うん、ある意味じゃ地上を走れるロケットができたっていうわけでしょ。うん、だって実際さ、なんかロケットエンジンだかジェットエンジン積んだバスかなんかがあって、それこの間ね、時速500キロ以上出て、それで、あのなんだ、飛行機を抜いていくってのか、危ない人は乗れないんだって、危なくて、なんかぶつかる、事故した時は本当だよね、うん、環境がないからね、それを飛行機を運転する、うん、だからね、宇宙開発も今後はね、その、うん、例えば今はさ、エネルギーだって、例えば変な話だけど、あの化石燃料を燃やしてるの、あの火力発電じゃなくなってくるわけじゃない。ね、それと同じことを考えたとしたら、その空を飛び方もね、変わってくんじゃないかっていうのが正直な形なんだよね。他にもまだまだね、いろんな形で空を飛ぶ方法があります。だから、まあ、今の段階では竹
極端は飛べないと思うけどね、宇宙はね。はい、そういうことでまたピロピロなってますので、これも関係ありませんが、はい、また来週です、はい、どうもありがとう、さようならです、はい、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。